お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちはハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。だが傷は浅い。それにあの子にとっちゃ弾の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから
行ってやってくれ。分かった。よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。はるかは携帯。キリュウさん。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。宝くじじゃ。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの？新鮮かもしれない。なあ、あまあまや。行こう。どうすんだ。待ってよ。あれ。あれ。そこだ。おい。あそこします。あら、お兄さん何？ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。
入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。あら、もう一回入りたいの？はい、じゃあ行ってらっしゃい。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ、はったはった。ハンハンだろ。これはちょ、長藩駒揃いました。勝負。ピンゾロの長。よし、やるね。入ります。さあ、はったはった。長藩、これは藩。長藩駒揃いました。勝負。五六の藩。やっぱりダメか。入ります。さあ、はっちゃはっちゃ。勝負。は、勝じゃね。これは藩。長藩駒揃いました。勝負。国の藩。よし、やるね。やっぱりダメか。入ります。
さあ、ハッタハッタ。ハンだろ。これは、チョウ。長藩駒揃いました。勝負、死にの長。やるね。入ります。さあ、はったはった。長じゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、武士の藩。よし、やるね。ちょっと駐座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、パッタンパッタン。そうじゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ、こら。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。Hey!
勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。遥かをサイの河原に預けに来い。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、遥を頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。そうか、自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ、白髪がどんだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうや。ま、10年前より今の方が
ずっと男前だ。それはただ。レーナ、お前なんでここに。